らは雄大な太平洋を望む奈半利町平地区です。稲刈りが終わった7ヘクタールの田んぼに可憐なコスモスが咲き誇っています。地域住民が8月に種をまき、先月下旬に咲き始めました。まさに今が見ごろのコスモス畑になぜかカカシが。さらにタキシード姿の新郎とウェディングドレス姿の新婦の姿も。あちらこちらに佇むカカシ、その数は60体にも。コスモス畑をより楽しく見てもらおうと、地域の人たちが3年前から作り始めました。一つ作るにね、2時間か3時間ぐらいかかりますね。雨が降ったら人形も片付けないけませんし、その出し入れがなかなかですね。テーマはコスモスとカカシの里。コスモス畑で暮らすカカシの営みがユーモアたっぷりに表現されています。どうですか、皆さん見てもらった感想としては。喜んでくれてます。来年もまた頑張ってやらないかなという気にはなりますね。カカシの里のコスモスの見ごろはあさって日曜までということです。